座流電撃鍛錬今から始めるよ。うわあって、もうやめろよ姉ちゃん。お、マスターズ通信からって、お、まあ無理無理、マスダ流がこれやっても人来ねえから。こういう風に強いやつに勝ったりして有名になればいけるかもしれねえけどさ。なるほど、あんたドキドキ冴えてるね。じゃあちょっと行ってくる。え、どっかに強そうなのは、お、ねえクス、腹ペコだぜ。あんた強いでしょ、私と勝負しない？なあ、俺は今腹ペコでそれどころじゃ。勝負してくれたらごちそうしてあげるって。マジか。よっ、うめえ、食わせてもらって助かったぜ。私もお腹空いてたしね。ところであんた、他に強い人知らない？ねえ、ああ、とにかくめちゃくちゃですんげえおっかなくって、格闘って聞くだけで目の色が変わるやつなら。おお、いいじゃんいいじゃん。なんて名前の人？はあ、神月かりん。ありがとう、じゃあ行ってくる。え、おい、飯代は？じゃあ、あなたは？なら松田、松田流の後継者ってやつ。神月かりんってあんだ？ええ、めちゃくちゃ強いんだって。私今さ、松田流を広めるために強いやつと勝負したいんだ。一発どう？大変興味深いですよね。いいでしょう、やったね。予想外の動きの数々、面白い方ですね。でしょでしょ。ま、あんたもすぐに見切ってきてたけど。それでさ、あんたの知り合いで強いやつがいたら紹介してほしいんだけど。あの方なら。確かにすっごくワクワクするね。私はララ松田、あんたと戦いに来たの。俺と戦うために？そうそう、まあ細かい理由なんてどうでもいいよ。あんたとの戦い面白そうだしね。
わかった。そう来なくちゃ。波動拳。そこだ。せーの。ドレッ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 ド。せーの。せーの。気合入った時に出てたでしょ、ゴゴゴーって感じのちょっと変な気みたいなもの。殺意の波動のことか。おお、洒落た名前。私あれ好きだな、スリルいっぱいで。好きかじゃあ私は行くね。またね、リュウ。最近いろんな相手と戦ってさ、すっごい気分いいの。世界には面白いやつがじゃんじゃんいるんだね。うん、その通りだ。そして多くの相手とぶつかり合うことで筋肉をバランスよく鍛えることができる。このようにな。じゃあ始めよっか。姉ちゃん、一体どこまで行ってんだよ。